おはようございます。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 禁止ワード酒パーティー。禁止ワード酒パーティー、楽しそうやね。はい、楽しそうやね。今回はもう夢企画という。夢企画僕がお酒と最高のおつまみをたくさん買ってきたんで。マジで、はい、めっちゃいいよ。それを食べるんですけど、ただ食べるだけだとね、さすがに意味ないんで、それぞれが禁止ワードを1個書いてもらって、自分が 何が貼られてるか分かんない状態にして。なるほどね。その禁止ワードを言った人は即寝。即寝、退場。即寝、退場。はい、最高酒パーティーから退場して明日に備えても寝てもらいます。いやいや、急スイッチ。急にスイッチだよ。ということでね、はい、じゃあまずは禁止ワードをこれに書いていきます。はい、じゃあ僕が隅のを書くんで。ほう、あ、なるほどね。まずは隅が、こうやってもらって、で、これ俺思ったんだけど、今から酒パーティーをするわけよ、俺がおつまみとかを買ってきたんだけど、最高やん。もう最高のものを取り揃えたのよ、うん、で、これ禁止ワード言った人が脱落やの、うん、そうやな。俺はもうね、3人で走り切りたい。お前が言い出したんや。その誰一人退場することなく最後を迎えたいから、うん、みんなでもなるべく長くそう、うん、でも言わせんどこ、言わせんようにする。ワードもなるべく今やつにしよう。意味ねって。あー、ええな。うわ、何。いやいや、これですね。いそう。はい、もう意味わからんけどな。これは言わせんようにしよう。言わせんようにしようっていうか、もう。じゃあ次は竹内が吉野の書くってことか。はい、ああ、オッケー。吉野の絵作ってもらって。そんなんやろな。なるべく言わなそうなやつ。言わなそうなやつにする。もう全員一致団結で捨てようや、もうこれじゃあ。おい、ルール守れよ。なんちゃこいつ。ちなみに俺のは言いそう、言わなそう。ああ、言わん。ああ、これでね。はい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 。これでいきまーす。言わん？言わんか。ああ、ちょっと危ないってこと。いや、まあ、わからん。どんぐらいのやつ書かれてるのかわからんからね。ああ、じゃあちょっと。まあでもそんなもんやっすよ。はい。ああ、こんな感じ。じゃあ、竹内の分を炭が書く。オッケーオッケー。見えない、それ。平でやりたくないんかな、多分やけど。もう俺考えとってん、マジ。言わなそうなやつ。なんで言わなそうなやつ考えてる。ああ、これは、確かにね。これ出たらもう。これ出たらマジで寝てもらおう。これね。これ出たらもう、マジで寝てもらおう。マジで寝てもらおう。一回みんなでこうやる？ああ、いいよ。お互いこう、はいはい、覚えとくみたいな。はいはい、せーの。ああ、はい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 。うわ、これインディアンポーカーみたいで楽しい。楽しい。まあ、そう、これ気になるもん、普通に。だって言ったら、あなた今。始まってる？始まってるし。インディアンポーカーみたいで楽しい。せーの。あと、かすってもねえし。かすってもねえから。え、なんて。なんてかすってもねえから。あ、かすってもねえから。うん。せーの。しわどいんや。ということで。うわー。はい、あー、何これ、最高。最高やん。じゃ、とりあえず、お互いの禁止ワード、おさらいします。はい。はい。あ、今出てんのね。ということで、これを言ったら、即退場。寝てもらいますもん。うわぁ。うわぁ。俺も誰一人寝かせたくない。ほんまにそう。みんなで最後まで走り切りたいから。そうしよう。なんだ。だからもう今回の酒場は、言わせない。お前にはあれを言わせない。あれを言わせない。うん、言いそうだったらもう口殴ってくれ。どんなインディアンポーカー。ということで、じゃあ。おじゃあ。最後まで全員で走り切ろう。乾杯。乾杯。よいしょー。ああ。くぅー。幸せちか。うわー。うわ、ほんとはね、うん、相手に単語言わせるためにさ、うんうん、最近あった話してよとかさ、うん、話させたりするやん。うん、極力喋らんとこ。だんまり飯食い？うん。海は、いてほしいからさ、うん、驚かないでほしい、今後。もう、なるほどね。なるべく驚いても、うん、驚いたことを口に出さないでほしい。もうそんなん言うたら。じゃあ驚かんもん。100ないやん。竹内は、うん、ロシアに関する記録は消してもらったないよ。ロシア系の言葉はしょ、あんま言わんもん。ないよ。人生でも数えるぐらい、ロシア系の言葉。ロシア系の言葉はもう、
岩井にしてくる。言わねえ俺。そしたらもうだけ今ので、なんか出そうだわ。吉野のは、ちょっとあんま覚えてないけど。ちょっと最高だな。こんなとこに置くから昨日よくこぼすよ。お酒とか、コーヒーとか。いつも意味わからん動画ばっか撮ってるやろ。プロに入る、ねえ、その速度競うとか。お前が言い出したよ。水菜ちぎるとか。水菜ちぎるとか、家帰、大変なことあったら、感じ出せ。もう言って。YouTube 見ろよ、たくさん。なんで、そんなしてる。アニメ見ろなんか。おしまいよ。カメラ止めろよ、もう。カメラを止めるな。やばいね。やばいね。まだそんな飲んでないね。やばいよね。ちくわ好きね。おはようございます。ちくわ、あんま食わないの逆に。ちくわを米に乗っけて食ってるもんね、君。あ、NG ワード。やる NG ワード。やる NG ワード。え、いつチャーハンできる？ラップかけるとか見落としてない？あ、冷凍のやつだろ。はい。それ多分長い結構。え、見てねえの？何分ぐらいいる？何分とか見てないの？え、すごい怖め。いっぱい言った。大丈夫、ワードいっぱい言ってたけど。もう恐れない。ロシアじゃなければ何でもいい。ちょっと面白い言葉やから、うん、響きとかだね。いや、じゃあもうあれやん。あんま俺のこと言わん方がいいかも。小足にかかってる。あれやん、あれやんってあるもん。もうあれやん、あれしかないやん。言ってみる一回。いや、言うか。ちなみにそれ何文字その頭に浮かんでるやつ。うん、4文字。あれやん。言うわけねえか。あれやなぁ、うん。俺が寝たくなった理由は。めっちゃいい。いるわ。なんか。おでき。あ？寝かす？寝かすもん。寝かされる。ありますか。居酒屋とか行きたいな。ね。31分か。え、なんて？31分。もう言わよ。飲み会やんだろ。飲み会やんだろ。しれっと消すこれ。なんとか大丈夫そう。え、うん、ああ、もう大丈夫大丈夫。俺も全然。うん。そうやな、忘れてたぐらい。うちは全然セーフやな。うん、その分かってるからね。あれ、あれでしょ。美味しい揚げパンでしょ。いや、どうかなぁ。どうかなぁ。危ないよ。美味しい揚げパンって書かれてたらアウトだよ。ね。うん。踊ってるわ。泳ぎどすこい。うよ。待って、泳ぎどすこい。緊張だろ。なわけねえだろ。すごいピリッとしたけど。滑ってんねん。ずるい逃げ道。なんか本当はさ、うん、動画撮ってるしさ、うん、頑張んなきゃいけないじゃん、その、うん、今の撮れ高で言うと何やったりした方がな、なんか喧嘩するとか、例えばね、うん、もう一つもしたくない。何も頑張りたくない。もうやりたくない。俺は頑張るぞ。なんで本気出すこい。えって待って、画面で見たらおもろくない。はい、飲み終わった。はい。何がないもん。え、これでもう、その、ないってこと、制約。もう関係ない。これだって、普通にその、ああ。家にあったやつを飲んでるだけ。あ、関係ないや。うん。じゃあ、ピロシキって言っていい？もういいや、俺。よくわかったね。わかるよ。言うか。俺のはちっともわからんな。うん。驚いたらあかんとったから、うん。驚いたら出るかな。ああ、はいはいはい。サプライズ。まあそうか。でも違うな。なんやろ。驚愕。一生なんかもない。でもそのなんか普通に、うん、このその三次元に存在する人は言わない。あえて言うしかない、これは。なるほど。あ、でも平野ノラとかの感じじゃん。もう完全にもう言ったけどね。答えやけどね。わからんな。なんで？バブリーなね。いや、わからんわ。平野ノラ自体はわかるけど。俺らのなんちやから。珍しい。おから始まる。ああ、それね。絶対言わんやん。絶対言わん。じゃあ答え、わかる。おったまげ。あ、正解です。俺、万が一隅がおったまげって言っちゃった時のための救済措置で、うん、おったまげるぜにしたから。か助けてやろうと思って。寝るか。吉野のはね、あの、マジはまだ寝るんか。うん、俺もこれ飲まんでいいかも。なんで一番ちょうどいい。言ったらもうそのっぽいやつ。え、でも俺ヒントが全然ないから。あ、でも
その出るチャンスはまたあったらマジで、あ、そのためは取った。そうそう。マジで俺のこと追い出そうとしてた。ほんまや。聞かなかったけど。ちょ、もう一回やってもらっていい？しょ、頑張るぞ。本気だぞ。これ見て、よし。土俵際に追い込むなよ、俺の。違うな。じゃあ、お前のドスプイがすごすぎる。バッチリすぎるやん。はーい、もうでも終わった。吐いた。違う、水水。全身全霊。違うなぁ。何から始まる言葉？がね。ん？が。頑張りすぎんなよ。うわぁ、惜しい。じゃあ最後、できるな感じ？え？これ。本気どすこい！おい、頑張り屋さんやん。あ、違うんかい。違うんかい。じゃあほぼその正解やな、うん、さっきまで。頑張りすぎじゃん。あ、頑張りすぎじゃん。頑張りすぎじゃん。マジで殺しに来てるやん。こっそり。気づかんだった俺も。どうしても見たくて。お前が出てくると。まあでも最後、みんなで走り行けることができたんですけど、竹内さん、これは、板橋ハウス的に、何階建てですか？5階建て！出るんですね。さすがに出るんですね。いやでもちょっと頑張りすぎじゃないかな。ちょっと頭いいですね。ピロシキも上手いからね。何の話聞いてるの？俺だけ変だ。俺だけ変すぎるんだ。ワードとして。次はね、あなたの部屋で宅飲みするかも。いや、ないけどな、絶対に。おったまげるぜ。もう物にしてるわ。